ホラポス、関西百名山。ワンワン。おはようございます、皆さん。今日は2022年10月8日の土曜日、時刻は8時42分となっております。はい、今日はここじゃん、世界遺産。これなんか買い取ったのにね、公平地ってね、ちょっと取れちゃってますけどね。今日はそこの千住院橋バス停で、はい、下車しまして、お手洗いしまして、ここ、9年ぶりなんですよね、実はね。前はホラポスのみんなとね、はい、今日はここから、関西百面沢は第68座、はい、おばこ岳に登頂しようと思っております。はい、コース詳細は親玉から。はい、ここから熊野古道の小ヘチを通って、はい、おばこ岳おばこ岳で、おばこ岳で、はい、三浦口に降りて、はい、今日は農家民宿山本さんに泊まります。そうなんですよ、ちょっと帰る方法がね、はい、難しいので。そして明日は、はい、ちょっと雨模様なんですけど、はい、あんまりじゃじゃ降りじゃなければ、はい、そのまま小平地を通って熊野本宮まで行って、はい、湯の峰温泉に泊まります。はい、はい、明日の天候次第ということなんですが、まあ、どうなるかはまた、お楽しみということで。かなり寒いですね。もうものすごい紅葉しててびっくりしましたね。やっぱり下とは違いますね。もう真っ赤っかでしたよ、尾道が。ね、ひんやりするね。まあ、真面目に走るにはこんぐらいの気温が適しているのではないでしょうか。はい、それでは今日も一日元気に行ってみよう。おう、あう。六峠。このまま直進ですね。はい。はい。行ってみましょう。はい。これまっすぐ行ったら小平地ではありませんっていう看板が出てました。やばかったこれがここにピンクのテープついてますわ。9時22分、はい、スタートから41分ですね。はい、鈴木峠に到着しました。はい、あ、やばかったですね。うん、あの看板なかったらもう我々絶対行ってましたって感じですね。鈴木峠、今のところなんかやばながらも順調に行っております。何キロ？距離は 3.5 キロです、バス停から。はいはい、で、あ、これをゴニーと言って、うん、
はい、大滝。大滝です。そこにね、大滝って書いてます。はい、時刻は9時48分。はい、距離は 5.9 キロ、はい。大滝です。予定は、大滝の予定時間はここには入ってません。ここです。ここに大滝。はいはい、はい。ここで合流しまして。はい、あれ、鈴木峠までの道はですね、上り坂だったんですよ。峠に向かう上りって感じで。で、過ぎてからは、トレイルの醍醐味みたいな気持ちのいい下り坂をこう駆け下れるコースが長く続きました。はい、で、大滝に向かうまでに、こういう、もう滑りそうなぐらいの急勾配の坂がちょっと続きますという感じです。で、大滝を過ぎて、今はスカイラインに向かうために、こういう感じの舗装路を上がってます。はい。はい、スカイライン目指しております。はい、小平地公衆便所やて。へー、今あるんや。お手洗いあります。時刻は9時54分。ここへー、綺麗な、立派な。すごい。行ってもいいよ。わかるわよ。私も大丈夫。で、ここからなだらかな上り坂が続きます。はい、これなんちゅうとこ、ここ。なんちゅうところでもありません。まあ、大滝近くって感じ。うん、あ、ちょっと微妙やけど。懐かしいね。ここです。ここ。おばこ。おばこやって。おばこと。うん、合ってるのはおばこで。おばこ。で、三浦。うん。この辺や、泊まるとこ。そう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 。で、明日はこう来て、熊野本宮まで行けるのか、謎熊野三山とは、これは三山ほう熊野本宮、本宮熊野早玉大社、あ、かわいい、熊野那智大社、大きいとんか失格、嘘言うたらあかんで、なだらかな、急坂を登ってます急坂言うとるからねはあ、しんど。そうやんな。結構しんどいよな。9年前の通過タイムを参考に登ってますが、だいぶ年老いてるようです。いや、しょっぱなから結構間違ったりとかしてるしな。いい道やね。うん、いい道や。さすが小平地は要整備されて。世界遺産やからね。時刻は10時19分。距離は 8.1 キロ、はい、スカイラインに合流しました。9年前の記録では10時5分だったんで、15分ほど遅れ。まあ、ただ、山区の6掛けのタイムは10時40分なんで、まあ、20分ほどアドバンテージあるかなと。はい、まあ、無理せず行きましょう、はい、前のタイムで行くと3時に宿に着く感じになっちゃうから、もう1時間ぐらい遅れても大丈夫、まあ順調ってことで、はい、はい、合流しました。こっからしばらくスカイラインやな。はい、スカイラインね、はい、車に気をつけて、宮でまたるんやった、はい、バイク少ないね、ここを走りました。大会思い出すわ。第1回高野龍神ウルトラマラソン女子の部第6位。もうね、これはね、周りに惑わされずに自分のペースでイーブンで走り続けるのがポイントですよ。第1回高野龍神ウルトラマラソン男子の部、あ、総合ドベから2位。私、はい、ここは和歌山と奈良の県境です。入り組んでるところです。はい、まもなくスカイラインは終わると思います。水が峰入り口。じゃあ
現在地ここです、はい、時刻は10時36分、はい、距離は 9.8 キロ、はい、バス停から1時間55分です、ここが水ヶ峰の、分岐ですね、前回から、まあ、10分遅れのまま、録画機では11時01分のとこです。もうちょっと進んだら集まりがあるんでそこで休憩しましょう、はい、ここです。はい、ここから山道に入ります。うわ、緑。あ、でもそんなポイントはないよ。あ、そう。うん。ここはほんまの水が峰だ。へえ、うん。10時40何分。はい。距離は 10.3 キロ。はい。バザン。道しるべがあって。はい、大股前 6.3 キロ、はい、この道沿いに確か東屋がもうちょっとであるはずです。行ってみましょう。やりました、休憩ポイント東屋です。はい、時刻は11時5分、距離は 12.4 キロ、はい、スタートが2時間24分経過しております、はい、前回のペースでいくと10時50分だったらしいですね。むっちゃ早いから、はい、11時37分が録画けペースなんで、まあまあ順調ですね、はい、ここで早めのお昼を取りたいと思います、はい、今日のやつ、じゃーん、銀座西川の月始め食パン。銀座西川では毎月10日までやった、10日やったかな、うんうん、毎月違う種類のパンを出してくれるんですよ。今日は10月は栗、もうこの栗がね、もうね、私的にはモンブランよりも美味しいのよ。この栗ペーストも感動的な美味しさやった。もうこれを作る時にはもう10月分は終わってるかもしれないんですけど、まあそういうのがあるんだなということで、来年も10月に栗が出たら絶対買いに行きます。これも本当に美味しい。リンゴもあります。はい、リンゴ行きました。で、ゆで卵もあります。冷蔵庫で分かるようにゆでって書いておん。いただきま す,、はい、ます。でもこのトレイルがねすごい気持ちよかったね。ここの林道に出るまでのトレイルがすごい走りやすくて気持ちよかった。お、風強し。はい、さっきの林道の開通記念碑、ルイさん撮りましたかね。撮った。うん、撮ってすぐのとこです、ここ。はい、ここを降ります。まあ、このまままっすぐ行ってもいずれ合流するんで別にどっちことないんですけど、うん、まあ、一応これ通ります。あれ、まっすぐ行ってもここに出てくんねんな。絶対林道走っても早い。そう、早い、うん、まあまあ一応こっちが正規のルートやったと。はい、まあ、急ぐときはこっち陰下った方が早いかなって感じますね。はい、林道合流。あ、平津にも来たんや。時刻は11時38分、距離は 14.8 キロ、はい、前回は11時10分、28分、そうやな、10分遅れで、20分ぐらい休憩したんで、まあ、だいたいいつものペース。お地蔵さんいてはるで。え？お地蔵さんいてはる。お前、手合わせとこう。まさ出てきて。まさ出てきて。時刻は11時53分、ここ平辻からここまではすごいザ・トレイルランって感じのね、下り基調ですごく走りやすい気持ちのいい道でした。この舗装路来た方が早いんちゃう？それ言っちゃおしまいなんですよね、全てにおいて。それを言っちゃおしまいってやつ、気持ちのいい区間でしたね。こんなんやったんや。大股まであと 1.4 キロです。はい、急な下り坂があるらしいですよ。はい、はい、こっちです。あと1キロです。はい、
レンジャー。大又到着です。はい、時刻は12時8分。はい、距離は 17.5 キロ。はい、本日のちょうど半分地点です。おばこ峠まで7キロ。はあ、7キロってちょっとめっちゃ近いんちゃうんと思うんですけど、これこの後がすごい上りなんですよ。ここを下ってくるのもまだ下るいうぐらい急な下りでしたね。おうおう、ちょっと下り疲れるわいうぐらい下りました。あそこにお手洗いがございます。はい、はい、ここにトイレがあります。そしてあの数少ない給水ポイント、ここに自販機があります。はい、本当に給水ポイント少ないんですよ。うん、まあでも今日は我々そんなに消費してないんですけど、ここちらにあります。はい、はい、12時22分出発。もう前の時間を気にせずに我々のペースでどうにしました。はい、最初発です。ほぼ平均。You are here。 つまりもう、っていうぐらい下ったんですよ。この後この上りですよ。ほんで今日はね、この辺が三浦口なんですよ。はい、明日はこの1、2の峠が味噌やね。三浦峠と果てなし峠か。そうやね、ほんま果てしないよあの峠は。野瀬川、はい、これを。はい。まあ言うたらバス停でここまで来て、こっから登山開始ぐらいのイメージよね。そういうことよ。覚えてるんですよ。このね、むっちゃしんどかったんよ。今日のメインです。登山開始。はい。もうちょっと登っていったらあれか、避難小屋があんねんな。はい、本来は先月の連休の時に行く予定だったんですね。そうそう、9月の3連休前半の方でね。はい、ほんなら台風がねちょっと直撃しそうやったんでね、延期してもらったんですよ。はい、でもうねその時は気温がね日中32、3度最高気温ぐらいの時やったんで、今日は何度ぐらいかなこれ、21、2かな。おお、そうやな。すちょややもすればもうなんかサブブルってなるぐらいのね、じっとしとったら。なんでやっぱりね、春は杉花粉大丈夫な人は春でも気持ちいいけど、我々みたいなのはやっぱ秋口がいいなと思いましたね。でこのおばこと、でいやいよいよおばこだけに向かってるんですけど、いや結構急なつづら折るが続いてますって感じですね。はい、はい、どうですかね龍一さんは。ああ、しんどい、しんどい。はい、滝汗です。ああ、はい。頑張っていきましょう。なってるし、ここもね、あ、そうそう、これはこのまんまやけど、なんか小屋がね新しくなってんな。オープン。ほら、なんかすごい設備が良くなってるわ。へえ。これ寝れるやつやで。ほら。うまい。あ、しかも自動で電気ついたし。これはね、天白の用意とかしてた人、ここで余裕で寝れますね。寝袋だけでも寝れますね。一番の乱者やね、ここ。俺たちも今日一ですか。今日一やね。はい、ヒノキ峠です。ヒノキ峠ですか。はい、ヒノキ峠はここですね。1時46分、前回のタイムより1時間遅れぐらいで到着しております。はい、ここから、距離は、すみません、距離は 21.4 キロです。はい、ここからですね、20分ほどで小箱岳分岐に行くかと思います。はい、はい、ヒノキ峠です。
峠か。時刻は14時3 4分になりました、はい、距離は 22.9 キロ、はい、分岐にやってまいりました。コヘチは本当はこっちなんですけども、オバコ岳山頂を経由するのがこの右手を通ります、はい、そしてこっちに行くとなんとゴマダンザらしいです、はい、山頂まで何キロなん？山頂までね、ここに書いてあった山頂までは 0.6 600m ですよ、600m ね、はい、はい、登ってみたいと思います。やっと来ました、はい、ここまで長いアプローチでした。もうここまで行くのに5時間23分もかかってます。やば、マラソンすんねんって10月16日、すぐやん、こんなとこマラソンすんねん。ちょっと写真撮っとこう。なんといか、まあ要整備された道やね、はい、いっぱいなんか踏まれてる感じの道です。テープもね、前はなかったけどすごい綺麗についてる。14時19分、はい、距離は 23.5 キロ、はい、出発から5時間39分が、はい、わー、おー、おばこだけ見てめっちゃ、そして、うん、ホラムス関西百名山パパフは第68だ、はい、おばこだけタッチやりました、イエーイ、イエーイ、登頂ご覧ください、このちょっと白くなりかけ、白くもう十分よ、もう雨も降らずにここまで来れて、もう言うことないよ、言うことない、すごい、もう青空とか贅沢言わない、もう十分、いや遠かったね、あ、はあ、2時20分か、いやよう来たが、よう頑張った、よう頑張った、はい、時刻は14時30分ご覧の通り、もあっという間にガスってきました。もうこれは山って本当タッチの差なんですよね。寒いね、寒い、じっとしてると本当寒いです、はい、こっち側もこんな感じでガスってきました、うん、まあ、眺めはすごいいいポイントなんですよ、うん、このおばこだけね、やっぱり関西百名山だけありますね、おばこ峠に向けて降りたいと思います、はい、はい、やっとまともな道になりました、はい、下の道と合流しました、滑り台。前より綺麗になってるわ。どっかこの辺たちは水出るとこ。ちゃうかった。いや、違う違う。もっとへこんでる、こういう崖のところからちょろちょろ出てた。ちょっと左に入ってくらい。でか。上にし。あと旗子、あ、旗子屋さんがあったんやな、それはそれは賑やかじゃって言われて、そらなあ、なんかないとな、こんな峠越えられへんよね、みんなね、うん、あ、なんかいかにもうなんかね、花のいっぱい植わってたりね、いかにもここに旗子があったんやろね、旗子がいっぱいよってこともないけど、みんなここを目指してきたんや、こんな登りは忘れてました。こんなあったかいなって感じだな、ちょっとショック、下りだけちゃうかと熊の子どっていう感じやな水がもっと茶やかなんか茶やと、うん、3時2015時28分、はい、距離は 27.9 キロ、はい、水がもっと茶屋跡に到着しました。なんか水がなんか良かったんかな、この水を飲むと心のならん、恩ならん、
このところに老女が一人住んでいた。しかしその姿や形は異様で、頭髪は赤や白色が混じって大層乱れ、顔は青黒く大きなしわ、U ターンだよな、目は大きく光って歯は白く、歯はいいやんか、その姿を見た人は恐怖を覚えた。年を尋ねると60歳ともいい、またある人は70とも80とも恐ろしい声で答えた。この噂話で作られた山パパというものはこのようなものであったろう。どういうことやねん水関係あれへんかな。この人工房大使やん、これ。そうやん、この人で怒られる。ここですね、もうないと思ってた登りがなあ、いやしかしね、すごい気持ちよく走れてせえな、コヘチ素晴らしいね。これでも走らんとつけへんな。いやもうずっと走りとったらもうとんでもない時間かかると思うわそら火くれるで。ああ、走る人間にとってはこれ以上ないぐらいのいいトレイルランって感じの道やった。せえな、うん、尻もちついてはりましたけど、ちょっともう足が上がってなかったはい、めっちゃ石畳ですこれ走れませんね、ちょっとまあ雨が降ってなくてよかったですね、うん、絶対滑るやつやろこれ。時刻は16時2分、はい、距離は 30.2 キロです、はい、茶店、いよいよあと2キロほどとなってきましたよ、はい、三浦口まで。なんて書いてある？熊野古道ではありません。こっちですね、うん、おーイエーイおーイエーイおーイエーイ、危なかったおお、ここは16時25分、はい、距離は 31.2 キロ、はい、やりました。三田谷橋です。三田谷橋、ちょっとここからですね、今日のお宿山本さん、ここから 2.8 キロあるんですよね、ここまで迎えに来てくださるそうなので、ちょっとお電話をしてみたいと思っております、はい。公衆電話もあります。あ、懐かしい、うん、懐かしい。ここを右に曲がると万所さんがあって、はい、前はここに泊まりました。はい、9年前ね、うん、お世話になりました。今回はちょっとここから3キロほど離れたところに。うん、そこやろもうな、万所さん。うんうんうん。わあ、すごい稲が、すごい、これちょっと壮観やな。はい、時刻は16時41分、はい、距離は 32.3 キロ、はい、もう8時間ですね、はい、あ、無事ゴールです。はい、ゴールです。工事してるんですね。工事じゃなくてね、あの上、まあ工事なんですけど、上が普通の道なんですよ。けどもこのその島に崩壊地ができてまして、通れないもんやから河原に砂利をかき集めて仮道を作っとるだけなんですよ。で河原を走ってるんですわ。あ、なるほど、すごい大工事。はい、民宿山本さんに到着しました。はい、あの車で送っていただきました。この車で送ってくれありました。はい、お邪魔します。おばあちゃんのお家に遊びに来ました。はい、はい、うん、すごいいい匂いする。もしかしてこの塔は我々貸し切りなんでしょうか。フリー Wi-Fi もある。へえ、助かる。お邪魔します。わ、すごい、素敵素敵。あ、ババンババンバンバンあるよ、りゅうちゃん。ババンバンある。
もう超素敵、お手洗いの方もお邪魔してみたいと思います。反転もあるよこれ、こちらの部屋もちょっとお邪魔してみましょうかね。あ、なるほど、お客さんが多かった時はこっちのベッドの部屋も使えるようになってるんですね。我々の部屋は奥の畳のお部屋です。そしてここが洗面台で、でここお手洗いらしいですね。なんじゃこの広いお手洗い、すごい、すごい、めっちゃ綺麗。もう勝手に開くやつです、勝手に開くやつ。すごい、なんかねヒノキのいい匂いする。もうすごい、っていうかこれもう棟丸ごと我だけ貸し切りなんで、いいんかしら。最近の民宿ほんとすごいんですけど、なあこの間のログハウスといい、これちょっとあれやね、瓶ビールもらってきて打ち上げしなあかんねいう感じです。はい、2個、はあ、だいぶ美味しそう、大根です。美味しそう。これは何なんですか。それゆうべしって言いましてね、この辺の保存食なんですよ。へえ、ちょっと初めて見た。飲みながらちびりちびり帰ってゆうべし、はい、でおからの炊いたら、おから美味しそうですね、ありがとうございます。生酢はね、はい、果物の柿を使っております。柿入れて美味しいですよね、はい、まあいただきます。柿入りの生酢、甘ごで、ゴーヤで、何だっけ、ゆうべし、はい、マグロ美味しいらしいです。三色、それが一番美味しかったですかね。いやー、こう突き当たりね、あの先のあての何だっけ、頑張ってお待ちください、この魚、これ思い出せないんですかね。つぶ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 、つぶつぶ美味しかった。柚子入ったポーズのジュレで、玉ねぎ、玉ねぎも美味しかったね。人参の葉の天ぷらも美味しかったね。ナマスね、ナマス、これちょっと全然甲をつつける気ありませんね。それで美味しかったな。ごちそうさまでございました。ご完食でございました。なんだろ、ご飯も完食、ちょっと残そうと一緒にやらなくなりましたけど、結局いやいや、ちょっと太るからな。おかしい、完食します。完食してしまいました。部屋のタイムが始まっております。お部屋にも、ビールをいただきまして、これなんかちょっと美味しそうですよね。今日の反省会です。バブバブバブブ、反省することはあれへん、別に。プッシュ乾杯、お疲れ、はい、今日はね、リュウジさんどうでしたかね、今日一日。まあ9年前よりかは遅かったけど、うん、まあそんなにしんどくはなかったよ。あの逆に遅くって自分らのペースにしたからしんどくなかったんじゃないかなっていう気するよね。前は人のペースっていうか、遅れたらあかんと思ってすっごい頑張ってついていったっていう記憶がなんか結構印象が強かったから、今回大勢でいたからね。そうやね、そうやね、まあそれが刺激にもなり練習にもなりっていうので、それはそれでよかったんやけど、今回はそんなにねむちゃくちゃダメージないな、うちら2人でね、行けたからっていう、2人は2人なりの良さがあったよね。で、私思ったのはね、あの整備の2人と、整備してる2人ね、やったのとお会いしたのもあるんやけど、9年前より、あの危ないなと思ってた箇所がきれいに整備されてた、ちょっと土砂崩れっぽいところにこう丸太を渡して、あのしてあるところとかもすっごいきれいに地ならしとかしてあって、あの9年経ってなおかつきれいになって、やっぱり道って整備しただけやと、あのやっぱ人が通らんと道は廃れていくもんやと思うのよ。前なんかどこやら通った時にさ、めっちゃイノシシの道かっていうぐらい荒れてた登山道あったやんか。あったか、まあ、ちょっとどことは言わんけど、あれどんだけ整備しても使う人がおらんと、どんどん道って荒れていって、あの山に戻っていくと思うのよね。このコヘチはいろんな人に愛されて9年経った今もなおなんかこう成長し続けてるっていう感じがして、世界線やからね。まあまあまあね、でもすごい綺麗で走りやすくて気持ちのいいトレイル道やったよね。素晴らしい世界遺産だった。そして今日お世話になってるこの山本さんもね、もうほんまに食事が全部美味しかったね。お米も新米っておっしゃってたけどね、粒の一つ一つがもうツヤツヤでね、
もう天出しだけで最後は食べれたね。もう完食しましたね。美味しかった、もう最高ですわ。この離れでなんかプライバシーが守られてるのもね嬉しいしね。うん、ここでね今日はのんびりあのビールやって明日に備えたいと思います。明日我々は果たして無事熊野本宮にお参りすることができるのであろうか謎。イエーイ、イエーイ、またね、また明日。小鉢はね、あの、ふきのつくだ煮なんですよ。あー、これですね、ふきのつくだ煮。うん、美味しそう。この黄身がめっちゃ盛り上がってるよね。盛り上がっとった、超新鮮。プリッてしてる、プリッてしてるよね。卵もプリプリですよこれ、うん、これまだかけへんからね。2杯目かけんの、2杯目にかけ、いやあ、うん、計算してあるね。それどうすんねん、その卵。置いとくんじゃ、置いとくんかい、ね、置いとく人のためにこうなったのがこれ。よっぽど大事にしてる。遠慮なくかけました。醤油なしでもだいぶ美味しい。強し。よかった。幸せやな。ありがとうございました。お世話になりました。出発はかろうじて降ってないと。昨日晩までね、なんかそんな大雨とか言ってなかったのにね。大雨って言ってましたか。いや、あの朝起きて見たら大雨に変わってた。昨日の夜までそんな言ってなかったけどね。めちゃめちゃいい人たちでしたね。もう癒されました。めちゃめちゃいい人たちでした。いやー、かろうじて雨は降っておりません、はい、今日から、今から我々のデイ2がスタートいたします、はい、時刻は、6時49分、はい、じゃあここから、とりあえずスタートしてみたいと思います、はい、行けるとこまでね、はい、財布は濡れないようにしまっておきます。はい、昨日ここね、おばこ岳登山口 800m 先でここで降りて、ここで車でピックアップしてもらいました、はい、同じところで降ろしてもらったんですよ、はい、で今日我々はこのデイ2、ここ三浦峠 4.5 キロって書いてありますね、はい、これをここ白い車のここ
ここです。ここを入っていきます。ちょっと入るところがよくわからないですけど、ここを入っていくと、じゃん。ここ、高知から見るとね、逆向き、放置する人もおるんちゃう、これ。3年前に崩落した道がまだ直ってない人です。はい、あ、民宿へ守ってって書いてあるわ。こっちからでも行けんねん。あ、釣り橋渡っても行けんね、うん。三浦峠 3.7 キロ。デイツ。デイツ。静かやね。うん。いや、今降ってないだけでもだいぶね、うん、精神的なあれが。この木覚えてますよ。あ、ほんすごいよね。前見た時も木すっごいこの木いいと思った。ここで住めそうだ。はい、時刻は7時23分、はい、距離は 1.3 キロ、はい、スタートから33分ですね。吉村ケアと防風林着きました。お家あったんですね。おー、あのさっきの木が立派にそびえております。もやが出てきました。前回はここもくしゃみしまくってたような気がします。秋はええね。いや、よろけてるや、大丈夫。ほんまや、ちょっと分厚いズボン履いてはるわ。あ、純さん、昨日と一緒の服装じゃないですか。あ、今日大雨になるって聞いてね、あの急遽バスに乗った時の着替えがね、足らんくなるからね、ちょっと昨日と同じ格好しまして。昨日干したんやな。あのね、宿にね、消臭スプレーとか置いてくれてたからね、すごい助かった。もう割とさっぱり。ちょっと臭いです。感じやね。緑ですけど。でもなんかね、葉っぱがちょっと黄みがかってるやろ。これちょっとこういう仕掛けてる感じの黄色で、あの落ち葉もさ、地面にあるやん。ここ秋の山って感じするわ。秋です。純喜さん、男組のコンサート行くらしいですイラズマヒカラセ。カットさよならの雨。こっちから行ってんじゃん。ああ、こっちの方がなんか良さそうな。まあいいわ。おー、だいぶ来たよ。おー、来たねー。おー、三十丁の水にちょっと寄り道します。出てるんか。えらい静かやから。ちょっと出てる。あ、こんなちょっとやった。うそ。なんかもっとザバザバ出とったような気すんねんけどな。とりあえずちょっと飲んでみよう。まずかないけど普通やな。じゃあもうコマンド。時刻は7時57分。距離は 2.5 キロ。1時間7分経過してます。はい、
おお、すごい。わあ。伝わるでしょうか。あのさっきからね、山裾の流れる水の音だとかね、うん、葉っぱに落ちるパタッパタってした雨粒の音とかね、それでこの人の息づく街がこう霧に覆われてるところとかね、すごい幻想的。前来た時ここでね、こんな感じは全然なかったんやけどね、なんかすごい不思議な感じしますね。スピリチュアルーンって感じ。時はここに来るまでになんかこっちが迂回路みたいにしてあったんやけどな。おこの下にツゼラオルの本ルートが見えとってん。前来た時はもう本ルートの方は見えもせえへん。もうすっごい立派に作ってあるわこれ、うん、前9年前来た時は、あ、でもやっぱり崩れてる。ここ崩れやすいんやで、やっぱり。そうそう、な、去年もここ、ここ去年ちゃう、9年前ここやった。ステップ切りながら走ったよね、うん、走ったっていうか、そうそう、もうあれごと落ちてるで、これ、ここ。うまい。うん。これ。何かにつけてすごいきちんと整備してあるね。うん、もう整備したてって感じ。こうですね。真っ白になりました。はい、風はないです。うん、雲の巣はすごいです。めちゃめちゃよう整備されてるね。何遍も崩れたんやろなっていう跡があんねんけど、そのたんびにこう人力で。山の中は雨が当たれへんからいいね。木々がね、守ってくれてね、うん、強い霧雨状態。三浦峠、時刻は8時34分、距離は 4.1 キロですね。え、三浦峠、あ、ここね。はいはいはい。もうね、こうね、えっちらおっちらね、昨日おばこだけ通って、今朝はこの辺から来たよね、三十町って、今ここです、はい、で、こう行くんやけど、はい、今ここです。で、これからはもうザーっとちょっとあるところけど下って、はい、でここ戸塚温泉、ここでちょっと最終決めて、はい、できたらもう果てなしも超えちゃってこう行きたいなと、うん、できたら行きたいけどね、もう行けるんちゃうかなと思ってるんですけど、はい、休憩します。はい、はい、東屋で休憩、助かりました。で、あのお手洗いもね、ちゃんと便座もトイレットペーパーもあってね、あのお手洗いね、すごく助かりました。ここが一応峠なので、ここからしばらく下りになります。はい、下った後は舗装路を7キロほど走るっていう感じの予定です。はい、行ってみましょう。みんな水が流れてる、こっちも、ね、すごい走りやすい道だね。おう、時刻は8時53分、距離は 5.2 キロ、出発から2時間3分経過しました。フルヤグラアート、熊野めぐりに下り道よし、36丁下れば茶店2軒あり、また熊野道中記にはないない、こ、まあ茶屋があったよね。でも昭和10年で結構最近よね。また恐ろしい伝説やって。釣り天井仕込んで旅人殺害、大阪の陣に出たというわけです。まあ、ここにあれがあったよね、旅人殺害して。そうや、軍資金集めとったんや、悪いな。へっていうところを通り過ぎます。怖っ。めちゃいいトレイルやで。ここはですね、9時3分、 6.05 キロ、はい、ここは出店といい今西の小技、意味不明。あ、かつては茶店と旗子があったんですね。明治43年に、辞めたと。ここでもそんなに敷地ないのにな。どう旗子やったんや。あ、この上かな。ようさんあったんやな。
まあここすごい往来がね激しかったらしいからね、うん、でもやっと来てあそこで釣り天井で殺された日やなあ、ひどいよなそらないで。へー、うん、おー、もう集落見えてるね。うん、はい、次行ってみましょう。すごいいいで、ここ撮れる。おー、これはね、遠方から走りに来る理由が分かる気するよ。本当にね、よく整備されててね、気持ちのいいね、道だよね。なあ、リュウジさん、はい、祈りの道って感じするね。こんなにかあの快適な駆け抜けられる道やったっていうさ、印象が全然残ってなくって、なんせ2日目は果てなし通りがしんどかったっていうふうにばっかりが残ってるから。あの、こっちからに向けての舗装路もめっちゃ暑くて遠かったんよ。今回はちょっと気温下がってるからそんなにしんどくないかなと期待してるんですけどね、さて、どうなるかこの後。8.8 キロです。はい、9時35分、8.8 キロ、はい、矢倉観音堂。ふーん、観音さんが中にいはるんやって。地蔵さんの頭を撫でると治る、耳を煩う人。でも地蔵さん仲良いからちょっと撫でられないね。手合わせとこ。ここまで無事に導いてもらってありがとうございます。セーフ。いっぱい倒れてるな。ご飯とか釜豆残ってたで、ね。わあ、なんか懐かしい。懐かしいな。あ、すごい懐かしいわこれ。作りが。こんなんやったわ、おばあちゃんち。あ、なんか冷蔵庫とかあるし、うん、このままなんか小さい時まで住んでましたって感じやな、うん、はい、降りてきました。はい、時刻は9時46分、はい、距離は 9.5 キロ。はい、わあ、なんかおしゃれやね、これトラベルジャーニーほんまや、トレイルジャーニーや。わあ、やっぱこの燃やってるのが綺麗やな、ちょっと太陽も感じる、うん。まあ、ここから 70m 上がればトイレがあるらしいです。へ、これ見て見て、これ山の形や、かっこいい。ほんまや、公衆トイレがある。現在地はここです。ここ、これ山の形やね、これかわいいね、うん、現在地、ナウヒア、こっち行ったらありますと。で、我々はこれから延々と舗装路を通ってて西中バス停経由でこの戸塚方面に行きますと。うん、ってことやんな、今三浦峠から来たもんな。そうそう、でこっちやな、うん、あ、これ取っとこう。なんか大会に来たみたいやな、かっこいいなあ、おいえいイエイ駆け下ってきたんですけど、ここを駆け下ってる時に、右じゃないのって言った時に純吉さんがここで出店頃にしました。激しくこけたけど、まあちょっとそれ、あ、もうちょっと自分でもびっくりするぐらい滑ってこけましたね。ここです、皆さん、ここです。このトレイルの旗が立ってるから今はまだ分かりやすいけど、すごい見落としやすいんで気をつけてください。まっすぐでも行けんねんけどな。あ、そうなんだ、うん、ちょっとこれね、ほんですげえ滑るんで、すげえ滑るんで気をつけてください。これ国務してんねん、大丈夫。なあ、すごい綺麗やな。うん、ちょびっと流血です、ちょびっと流血、ちょびっと流血。ああびっくりしたね、あの見事な尻餅のつき方。お尻分厚いからね、エクッションになってるんですけど、2022年10月現在、熊野古道本来こう行くんですけど、はい、でも崩落してるらしくって、迂回路右側を通って行くみたいです、はい、このトレイルジャーニーもこのそれに従ってなってるので、うん、まあちょっと本来の熊野古道とはちょっと違うんですが、うん、案内されてる通りに行ってみたいと思います、はい。すごいところに向かってるよな、あれ。
なるほど。ここ、これが上がったよな。これもどっかが削れてるんだ。なるほど。もう行くなってなってるわ。あ、ほんでここで合流するの。時刻は10時、はい、10時3分、はい、距離は 10.7 キロ、はい、かっこいい三浦峠登山口。こっからは崩落してて通れないらしくて、でこっち経由して登れるようになってます、はい、いや嬉しいな。なんかね、もう一回ここをね9年ぶりにチャレンジしてるというこの事実が嬉しいね。嬉しい。飲み水が湧いてました。はい、こんなとこにも手洗いがあります。前なかったよな。いや、これあったんじゃん。なんか古そうやで。結構気づかんかっただけか。天神橋を渡ります。雨は降っておりません。さあ、あの山の向こうぐらいかな、三浦峠。越えてきたね、ちょっと雨足が強くなってきました。はい、まあ 100% 大雨なんでしょうがない。11時12分、はい、距離は 18.4 キロ、はい、無事スバルの里に。なんとね、大雨予報にもかかわらずまだ降ってないんですよ。超ラッキーですね。これパラパラ降ってましたけどね。まあ知れてるよ、うん、あのここでもうお弁当を食べてしまって、お手洗いとかも全部済ませて、はい、あとは大雨になっても、あの食パンとかでね、はい、ちょっとつなぎながらもうゴールしたいと思います。はてなしそうって。はてなし行きますね。行きますよ、はい、行きますか。行きます。はい、もうね、これね、すっごくね、こうやってね、こうして袋に入れてくれて、こう、かわいい包みの中には、なんで開いたのがこれなんですよ。はい。おにぎり弁当。じゃーん、おにぎり弁当。ちょっと別途料金なんですけど、これ、用意してくださいました。お手拭きとお箸も入ってます。これを、ここの、スバルの里のベンチでいただきたいと思います。はい、こういうのいっちゃ嬉しいね。しかもウサギリンゴやで、皆さん、いただきます。りゅうちゃんお茶買ってくれました。こういう細長いやつに入れてくれるっていうのもありがたいね、うん、こう平べったいやつやったら。そうやね、底辺がね、うん、大きいお弁当はね入れにくいから、こういう汁漏れのしにくいおにぎり弁当ってほんと助かる。いただきます。いただきます。はてなし集落まで 1.4 キロです。おばこだけてててて三浦、今日はここからスタートしました。でてて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 てきて、今ここです。うーん、嬉しいね。こんな文具がありません。うん、私ね、このはてなし集落、はてなし峠にもう一回チャレンジしたかったんですよ。このはてなしがほんまにしんどかったから、今やったらどんな感じなんかなと。その峠さえ越えれば、あとは下り基調の快適なトレイルやった記憶です。果てしないから果てなしなんか。あ、でなんか昔の人が果てしないのって言うたらしいよ。もうすんごい共感する。果てしないの。怖い。ほんでここすぐ柳本橋。あ、これも懐かしいわ。めっちゃ覚えてるわ。揺れるんや、結構揺れるんや。わかる。はてなし峠、うん、越え登山道。この後ほら、ここまで来たらもうあとはずっと下りやね、うん、頑張ろうね。はい、やっほー。これ走るね、揺れるから。やめろ。うわ、えらい揺れる。こっち果てなし集落 1.3 キロ。はい、
ワクワクするわ。果てしないの。言うてな。ああ、いきなりのキュートです。これじっくり感とバテる。この登りすんげえ長いんで、あのむっちゃ覚えてるわ。熱すぎるんで脱ぎました。うん、延々と続いてます。これ下りは怖いで、ね、ちょっと石畳のない箇所を選んで歩いております。滑るんですよこれ。ちょっと濡れてるから余計に滑ります。苔もしてるしね。果てしないの。早い早い。ああ、この緑がね象徴的よね。おお、もうすぐあれやね、集落やね、集落のあの石碑。果てしないの。早い早い。 4.1 キロもあるのに峠まで。こっからやね、前は絶対良かったやん。おーおー、こんなに見事のコスモス畑やったんやって。へー、綺麗な、あの奥の方もずっと。ありがとう、みんな、ありがとう。12時11分、はい、距離は 20.6 キロ、はい、スタートから5時間21分が経過しております。ここからいよいよ、果てなし峠に向けての 3.9 キロ、はあ、果てしないわ。スバルの里からは 1.1 キロです。しとしとと雨足が強くなってきました、はい、もう突っ込んでしまえばもうこっちのものです。続くりも果てしなし酒屋さつき飴。続くりも果てなし酒屋さつき飴。果てなし峠かっこいいですね。えらいかっこいいですね。三浦峠過ぎて朝戸塚温泉過ぎて今果てなし、果てなし集落やってね、でここに向けて行ってるんですよ、はい、でこう行って、ここそうやね。もうむっちゃしんどかったの覚えてるもん。観音堂から先やな。そうやねん、そうやね、むっちゃしんどかったの。これをね、もう一回チャレンジできるという事実が嬉しいですね。じゃあ、いよいよ行ってみましょう、はい、果てなし峠登山口。何遍出てくんねん、これ。やっほー。あと 3.6、 1個も蹴っとらへん。果てしないわ。雨が強くなってきました。はい、果てしないですけど石畳は終わりました。12時29分です、はい、いや石畳神経使うんですよ。ああ、つるつる滑るしね。いや、まあアーマー強くなってきたんですけど、木々がね結構受け止めてくれるんで、はい、まあ、ぼちぼち行きたいと思います。最後の試練です。え、最後の試練です。あ、言ってもこれ終わっても結構あるけど。あ、こんにちは。そうやな。12時42分、はい、距離は 21.8 キロ、はい、潜水ダート。ここでね、前お昼ご飯食べたんですよ。あ、はいはいはい。ちょっともう前の通過タイムは気にしないことにしますね、はい、あと 2.5 キロもある。果てしないわ。果てしないな。マイペースで行こう、うん、まあ日没までに付き合いいね。おい、本格的な修行になってきました、これ。あ、そう、まだまだあと 2.5 キロですね。果てしな。いや、こういうチャレンジができるのも楽しいんですよ。楽しいんですかね。修行ですよ。はい、12時50分、距離は 22.1 キロ。ここに茶屋があったそうですね。熊の案内機にこう記されてるそうですね。へえ、石垣が残されてる。ちょっとよくわかんない。あ、でもなんか茶屋があったような風情やね。ここで茶屋あったら団子食うな。ビール飲もう。
真っ白。観音堂、時間と距離、はい、13時13分、はい、23.2キロ、はい、観音堂到着です、はい、ここはですね、水を汲めるんですよ、なんと。お前来た時にはね、すんげえ喉乾いてて、これにほんま汲める、ここはね、給水所があり、下にお手洗いがあり、でちょっと雨宿りできて休憩できる観音堂さん、お世話になりました。すごくね、いい休憩所でした。この給水所も汲み放題、はい、でこっからあと 1.1 キロ。やっとちょっと減ってきましたね。消しないわ、ほんま。なんかちょっと怒ってるって感じ。ちょっと怒ってる。行きましょう。ちょっと雨足が弱くなったから、はい。じっとしてたら超寒いです。はい。果てしない峠への道は続きます。はい、なかなかね、残り距離が減らないですね。ただちょっと雨足が若干弱まってきたのが良かったかな。そうだね。果てしないわ。何遍も言うけど。4.4 キロひたすら登りっていうのも結構よね。選手とは違うけど、すごいいいところらしい。ああ、やれやれやれ、だいぶ登ってきたで、おい。来たで、おいって感じ。あの400メートルやぞ。何遍も言うけど、果てしないで、これ。マジでちゃんと覚えといてや、こんなんやったって。うん、まあ、こんなん忘れたで。登ったんかいな。私は覚えてるで。もうめっちゃしんどかったもん、俺。おいえい、ああ、旗なし止めてが出る。おいえい、これはおいえいやで。何やった。時刻は13時55分。24.4 キロ。これはもうきつかったよ。いい加減にせえよっていう感じだったな。ほんま、いやもうね、無事について何よりやね。いや、きつかったやろ、覚えといてや、これほんまに。めっちゃしんどかったわ。しんど、もう まさしく峠。ほんで八尾木、八木尾、八木尾、八木尾ホーム、ほんまかいね。記憶ではこの先は快適な下りトレイルやったはずです。はず。お手伝いさんみたいな。お手伝いさんみたい、うん、あの耳聞こえにくくなるからね、耳出してんねん。ちょっと顔でかいって感じになってるよ。おでかい。普段から下り遅いんですけど、もう雨やとね、ここめっちゃ岩がね出てるんですよ。でこいつがいちいち滑るの、こんな感じで引っかかるし、うん、普段よりも時間かかるつもりでね、もし雨の日走られる方がいたら。木も滑るよ。そうやね、だから普段よりも3掛けぐらい時間かかると思って、うん、はい、慎重に行きましょう。はい、慎重に。はい、ルイさん転倒して、手をちょっと切りました。そうやね、石の上にね乗っててね、この石の上にくるんと乗ってくれました。あ、だいぶ血出てんな、これ。ちっちゃすぎたか、バンドエで。なんか大きいよな。うん、これはもうつるんつるん滑って危ない。はい、ここは間違いやすいポイントです。もうね、9年前に来た時すっごい分かりやすくなってるわ、うん、そう、これね、こっちに行っちゃう人が多かったんよね、うん、この後ろの標識だけやったら、うん、これもうこんだけ書いてあったら分かるわ。本宮へ、うん、しかもヤギよって書かれてもふんって思うやん、うん、そうそう、これですよ。下山。時刻は15時24分。距離は 29.1 キロ。はい、これね、どんだけ下るねんっていうぐらいね。もう世界遺産ももうええでって思いましたね。リュウジさんどうだったんでしょうね。いや、今日はもう濡れネズミですけど、どう思いました。濡れてるから、昨日ね、ことか行ったとこがツルツル滑って、もうメンタルやられるよね。よくしんどかった。めっちゃすり減ったな、気分が。で、実際、うわ、やばって思うような瞬間もいっぱいあったしね。もう指ぐらいで済んでよかったよね、出血も。雨も半端ねえし、もうちょっとこれもうだいぶ前と印象ちゃうよ。頑
もっと見れない。うん。それも。でしかも薄な今こんなに明るいけどさ、うん、めっちゃ薄暗くってさ、もうほんま心細かった。うん、いやほんで木どぶどぶど木道何木の階段ありの、うん、石段ありの、うん、あのボコボコありのですごいバラエティに通った道でね、うん、あの秋晴れの晴れた日やったら、まあ、た楽しく歩けるんじゃないかな、うん、雨の日はそれなりの覚悟をしていかんとあかんと思いますわ。もう前よりだいぶ時間かかった。もう今日中に帰るバスに乗るとか絶対無理やったわ。 100% 無理。まあちょっとあともうちょっと頑張りたいと思います。これ本当また石段やから気をつけてね。はい。何回までできるわ。パン何回ついたのパン。これ。パンだとちょっと。うん。今雨ないのなんかチャンスやで今。うん。いやもうね、100% 大雨予報やったんですよ。うん。昨日の晩までは大丈夫やったのに。もうすごい雨です。書いてあるあれ。大通りにお別れをするんです。え、はあ、どうですか、リュウジさん。いやもうやけくそやな。やけくそ発言出ました。もうここまで来たら最後までいかんとな。こんなもん行くに来ますよ。3キロやのに。うわ。はい、分岐点です。時刻は16時9分、はい、距離は 32.5 キロ、はい、こっからですね、三軒茶屋跡に向かって、行きたいと思います。中越と合流するんですね。中越と合流やな。もう川で来てるんです。関所21キロやって、はい、行こう、あとちょっとや。はい、行きましょう。これを登るのかな。墓地の閉門に間に合うようにいかないね。うん、なんとか間に合ったか。はい。川が出てきます。滝なんか出てきてあ、動かないでくださいけど、これもう夜間モードになってる。おはよう。ああ、もう息やね、これ。もう。はい、中ヘチ73番です。もう川以外に参りません。はい、時刻は16時41分。はい。34.6 キロ、はい、行きますよ。はい、頑張ったな。やばい、19分やだとやばい。5時までになんとか入れました。これ前回はなかったですね。なんと狛犬さんが2体ともマスク付きでございます。マスク付きでございます。お参りしなきゃね。ありがとうございました。うん、はい、ここから湯の峰温泉までもうバスはないので4キロほど、はい、4キロほど走って、はい、30分ほど間に合いませんでした。行きたいと思います。はい、4.5 キロですね。はい、前はここから大日越えという山道を通ってえらい目に思ったんで、そうそうそう、もうこんな雨やし体力もないんで、日没なんでね、もう100%は無理ですね。あの車道を通って4キロほど、はい、行きたいと思います。走っていきたいと思います。おお、はい、湯の峰温泉街です。今日、はい、時刻は17時45分。
距離は 39.5 キロ。今日ここに泊まります。ちょっと説明してもらえます？ここに、お鍋になっております、今ちょっとしゃぶ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 して、これポン酢でいただくそうなんですね、はい。ポン酢がどれって言ってたかな、あ、そうやな、で、お作りですね、こちらお作り、ちょっとこう取ってあげようかな、でもイカそうめんとかってこれすっごい美味しそうなんですよ、で、もずく、なんと鮎の塩焼きもあるよね、鮎の塩焼き、で、切り干し大根と高野豆腐の含めに、で、椎茸ですね、これ椎茸のチーズ焼き、で、お吸い物、で、茄子のそぼろあんかけですかね、そこがありますね、で、ごま豆腐、すごい美味しそうですよね、これいいねって感じですね。おつまみパフパフ。この宿についてるお菓子とでミックスナッツとで行動食のあまりと、なんとね、宿にみかんもついてました。何遍も言うけど、果てしない。リュウさん、どこが一番しんどかったんですか？あてなしの上りもしんどかったけど、下り、下りちょっとインパクトあったよね、おまけになんか日当たりが悪くって、もうなんかほんまに奈落の底に落ちるんちゃうかっていうぐらいの暗さ、まだそんなに火落ちてないよね、傾いてないよねっていうのにさ、もうどこまで下るねんっていうのが何カーブ終えてもまだまだ下るからね。前はそんなに悲壮感漂う感じなかったのにね、っていうか覚えてないんやろ、まさかの熊野大社閉まる19分前に滑り込んでギリお参りができたという、この低たらく中ヘチのすごいこと、中ヘチやばかったね、前行った時は日当たりもよくって観光客もちらほら歩いててみたいな、すごい素敵な道やった、ただ石畳があったから滑ったら怖いやろなとは思っとったんやけど、前から、もう今日はもう滝やったよね、四十八滝やったな。足首まで使ったな、階段が滝になってました、足首まで使った、すごかった、池状態、池やったね、もうはまらない、もうジャングルやったね、インパクトあったね、大雨降ったらこうなんねや思ったね、まあ間に合ってよかったですけど、そやね、まあでも無事終わって、やっぱり9年ぶりに小平地を完登できて、もう終わった直後はもうええで世界遺産っていうぐらいあれやったけど、まあ9年前の体力の差を思い知らされました、でも時間をかければまだいけるんやなという自信にもちょっとなったかな、もう皆さんにちょっと迷惑かけつつ、こうやって無事宴を繰り広げられることを感謝しております。それでは皆さん、また元気にお会いしましょう。またね。ありがとう。ちょっとこいつを弾けてるやつを、ちゃんと外側をね、でも持たれへんぐらい熱い。こうしてなんと親切にこれをこうすると、熱くあるよ。こうや、こうしたらええんや。
ちょっとまだ緩いかな。緩い。リュウちゃんの好みとは緩いかも。一応食べてみます。うん、行ってみます。はい、緩いやん。美味しい。もうちょっとつけてみようか、ほんじゃ。うん、もうちょっとつけてみます。はい、これが10分の卵の様子です。そしてこれが必死に卵の皮を剥くリュウちゃん。どうですかね、10分のお味は。おお、惜しい。リュウちゃんにしてはだいぶうまいこと剥けました。あー、ええ感じ。うん、これはナイスやね。卵マン至福の顔です。おばちゃん、塩も銀紙に包んでくれました。食べる？そんな卵マンから奪うとかできひんよ。食べていいよ、もう全部。ほんまに前回9年前にやり残したことが全部できてね、もうすんごい嬉しい。最後の一口は卵マンに譲るよ。うん、おいしい。美味しかったね、うん、満足した、うん、よかった。はい、10月10日月曜日の朝です。6時57分になったところですね。朝ごはんであります。うん、お味噌汁、田舎の味って感じ。ん、田舎の味、はい、ご飯ください。あ、ご飯ですね、すいませんね、ちょっとこれ紹介取っといてください。はい、はい、卵、まだ卵出てきました。あの片茹でです、こっちはね。これもあの温泉で作った卵ってね、おっしゃってました。海苔、サラダ、お魚の何か分かりません。魚ね、何やろな、味噌煮っこけだ。トマト、ありがとう。